アムチャンネル。はい、今日はですね、ニューワールドカノヤのこちらのお部屋を紹介したいと思います。暗くて見えないかもしれないですけど、ここがあのエレベーターの出たところです。で、自販機がここから部屋に行くんですけども。わざと電気つけてないのかな。こんな感じで暗いんですよ。あ、今雨降ってるみたいですね。こんな感じ、外の眺めは。そして僕の部屋はここ。オートロックではありません。で、こんな感じで入りますと、玄関的なところはないので、このまま靴でだーっていっちゃう感じでもありますけども、一応こういうスリッパ、エチケットブラシ、ここがまあ玄関というか靴を脱ぐ場所になってますね。で、鍵はこんな感じでガチャってなって、で、電気は明かりはここにつけます。で、ジャケットを干すところはこの2つ3つあって、ハンガーは2つです。でですね、テレビのリモコンがあって、インフォメーション、これピザ屋とかここに運んでくれるんでしょうか、これがあるってことは。あと、この辺のあのプリント用紙もですね、できればこれパウチしててもらいたいですよねこのコピー用紙だけでもかなりもう年季の入った感じのコピー用紙になってますけど。で、有料チャンネルとかこうあります。あとこちらはですね、今これ残念なんですけど、コロナで入浴、大浴場が利用できません。で、フェリーとかの時刻表とかもこんな感じでコピー用紙でいろいろあります。姉妹店とかですね、まあこの辺はこのホテルに泊まれたらちょっと興味ある方は見てください。で、ティッシュ、ボックスティッシュがありまして、コンセントもあります。で、ここにですね、大きいこういう鏡がありますね。こんな感じで大きい鏡があります。で、テレビはソニーのブラビアがあります。20インチぐらいかな、まあこんな感じのありまして、冷蔵庫がですねありまして、冷蔵庫はチェックインした時からあの電源入ってました。結構最近電源省エネというか節電で入ってないところあるんですけども、ここは電源入ってました。そしてキンキンに結構冷えます。で、玄関入って入り口入って左側がですねバスルームになります。この電話が何でしょうか、何だろうな。で、ウォシュレットちゃんとついてます。イナックスのシャワートイレ、こんな感じついてます。で、ボディーソープ、シャンプーはですねリンスインシャンプーになってますね。で、コップが2つ。アメニティはですね、あのフロントで持ってきてください。あのヒゲ剃りと、あと歯ブラシとかカウンターにあります。フロントチェックインカウンターにあります。で、これ分離型ですね。よく ここで、シャワーとこのこっちを上下でやって、こっちのシャワーと両方のがありますけど、これは分離型で、これの方がいいですよね。でも洗面台だけのこの蛇口、そしてシャワー専用の蛇口、これもイナックスのやつですね。で、シャワーヘッドはこんな感じで、深さはこんな感じで、まあ通常の浴槽ですよね。で、換気扇とかも綺麗です。こんな感じ、ライト、予備のトイレットペーパーっていうのがこんな感じになってまして、ボケちゃった。これを出ますと、で、ここにちょっとした置く場所がありまして、これダブルベッドですね。
僕はダブルベッドをチョイスしました。でここにちょっとしたこれは何なんでしょうかね、この置き場なんですかね、何か置く、まあこれ用に作ったのかな。でも一人だからここのセットはいらないですね、まあ使わないというか、ここのセットだけでバスタオルとフェイスタオルで浴衣もあります。で枕の感じとかはこんな感じ、まあ全然いいですね、清潔感。でこっからは駐車場が見えますね。これちょっと光って見えないと思うんですけども、駐車場、自分が置いた駐車場が見えます。そしてスタンドがあってカウンターにつながる電話、そしてここですね、一番最初手こずったのはこれ時計ですね。時計ちゃんと生きてます、おしゃれですね。でですね、ここでルームの電気、ここですね、蛍光灯3本、まあこのデザインも好き嫌い分かれると思いますけど、僕の家はこんな感じです。でスタンド真ん中はこれです。で下のミラーライトっていうの、これはですねこっち側なんですね、鏡、これでですね、ここ音量調整とかっていうのは、これはちょっとよくわかんないんですけど、なんかかかるんかな BGM、 あこれはもう死んでますね、ないですね。なんか多分イメージ的にはああいうラブホテル的なああいう BGM はかかったんでしょうか。 FM とか書いてありますね、 NHK とか、これで、あ室内 音楽で昔はかかったかもしれません、もしくはこことか。そしてこれ重要ですね、風量調整。これこの部屋に入った時は暑かったんですね、エアコンどこかなって、リモコンどこかなって思って全部見渡してもリモコンはなくて、でよくあるホテルでロー、ミドル、ハイってあるじゃないですか、ダイヤルで、まあ弱、中、強と言ってもいいと思うんですけど、いいと思うんですけど、そういうダイヤルみたいなのもこういうとこなかったんですね。あれ全然こうエアコンどうやってつけるんだろうって思ってたら、ここに風量調整っていうのが見えたので、あこれだなって思ってでやろうと思った、あれあなんか取る、それでなんかこうガチャガチャになってて、あれなんか標準とか強とか書いてあるけど、もう穴になってて見えなくて、ちょっとこうやって改造した、あなんか出てきたなって思って、これを手で押さえながら、これをはめないとなんないかなっていう感じの、これを試行錯誤して今なんとかエアコンつくことができました。でちょっと絵が飾ってあります。日に焼けてこういう色なのか、最初からかは分かりません。でここからエアコンが出てきます。今強にしてるんですけども、結構強くいい感じで冷房効いてます。ということでですね、部屋の広さも十分だと思います。僕は個人的に部屋の広さ十分、ダブルだからか椅子が2つ、そしてこのサンダルも2つ、もちろん浴衣とかバスタオルも2つあるんですけども、ダブルベッドを選びました、広いから。で値段が一緒でした。でちなみに今日泊まった僕のレート、ここはですね、税込み全て込みで1800円でした。いやこれ1泊1800円だったらこれ十分だと思います。ただ見ていただくようにですね、電子ケトル、お湯、カップラーメンとかやるのにお湯がないんですね、この部屋。そして電子レンジももちろんないんですけども、部屋には電子レンジとそのお湯はですね、2階のここフロントが2階になるんですけども、そこで電子レンジとお湯は使えることになってます。なのでこのフロアの廊下に電子レンジとかあるタイプあるじゃないですか、そういうとこよりもエレベーターで下に降りて、このカップラーメンとか弁当温めなきゃならないので、両手で持って
ていく結構大変さがあるかもしれません。1階2階まで下まで。でさっき言ってたこのアメニティはですね、こんな感じで、これもフロントでもちろん無料でですね、テイクアウトできます。あとはこういうティッシュですね、という感じでした。ぜひ安く泊まりたかったらもう全然ここはもういいと思います。で朝食付きですからね。で今はコロナで大浴場やってないですけど、大浴場も入れますからね。これはもう素晴らしいと思います。という感じでお部屋の紹介でした。よかったらぜひ泊まりに来てください。ニューワールドでした。ニューワールドホテル、これは素晴らしいコスパの良さだと思います。